わつらー、デトロイトビカムヒューマンやっていきましょう。なんかシュレンディンガーの猫がどうとか言ってた。前回は確かカーラがハンクだ、カーラとなんかアリスと遊園地で過ごして終わったんだけど、ハンクと状況を整理する。なんかあそこおかしくない？あれ、これあれか、エリア外のあれかな。本があるね。センチュリー、今世紀を代表する人物に一体何が。謎に包まれた男、カムスキー。政治、上院は本当に堕落したのか。中国で地震発生、死者1万人。2028年、イライジャ・カムスキーを兵士は21世紀の顔に選出した。カムスキーの発明が我々の世界を一変させたのだ。アンドロイドは経済を激変させ、生活や家族形態を変え、良くも悪くも社会のバランスを永久に変えた。その数年後、カムスキーは姿を消した。サイバーラフ CEO の座を追われ、メディアを避けて隠居し、自ら生んだ世界と決別したのだ。カムスキーは2018年、割安な不動産がスタートアップを引き付けていたデトロイトで創業。大学を出たばかりでなけなしの資金をアンドロイド開発につぎ込み、数年の苦闘の末に突破口を開いた。ブルーブラッドと生体部品だ。公式にチューリングテストをパスし、世界に衝撃を与えた最初の実用モデルを発表後、素早く大量生産を実現したサイバーライフは間もなく時価総額世界一の企業に成長した。だが同社の企業価値がまさに5000億ドルに迫ろうとしていた時、カムスキーと株主が方針をめぐって対立しているという噂が流れ、カムスキーは不可解の状況でサイバーライフを去る。現在カムスキーは彼がこよなく愛すデトロイトの郊外にある水辺の豪華な別荘で、全ての面会を謝絶してアンドロイドと暮らしていると言われている。カムスキーは今何を思うだろうか。その答えを知る者はいない。北極圏ショック、高まる緊張に株価が 10% 下落。ウォーレン大統領支持率 33% に。サイバーライフが1兆ドル企業に。ここ数週間の下落相場が加速し、昨日アメリカの証券取引所は10ポイント安で取引を終了した。金融専門家は、アメリカが近い将来北極圏をめぐる戦争を起こすだろうとの見方が収まらないことから、大幅な消費関連株の切り下げが起こり、それにより株価全体が下落していると見ている。軍による備蓄が積み上がっていることも戦争の予兆とみなされており、航空機及び武器製造業でも急速な伸長が見られる。また軍用アンドロイドの開発供給契約を国防総省と結んだサイバーライフ株にも人気が集まった。ロシアとアメリカが世界中の報道機関を騒がせ、双方とも引き下がる気配のないことを考えると、市場は縮小の方向へ進むだろう。なんか詰まるな。さてじゃあ本題のハンクと話しましょうか。いい眺めだろう。前はよくここに来てたんだがな。個人的な質問、印象をたしなめる。前、家に帰る。どれもどれだな。個人的な質問。個人的なことを聞いてもいいですか、警部補。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。前も言われた気がする。写真、自殺願望。雑願望。なぜそれほどまでに死にたがっているんですか。忘れられないことがある。何しよう
と頭から離れずにくすぶってんだ。だが人思いに死ぬ勇気すらねえから毎日痛めつけてんだよ。どうせお前には理解できねえだろうけどな、こいつは理屈じゃねえんだ。前というと？ん？前はよくここに来ていたと言いましたが、いつのことです？そりゃまあ気にすんな。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば、生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。 RA9 精神的ショック、システムエラーソフトウェア精神的ショック。共通して経験しているのがロックの方がいいんだろうけど。精神的ショック、暴力によるトラウマやある種の不満、うん、エデンクラブのあの二人には不満に思うだけの十分な理由があったろう。警部補、何か気になることでも？まさかエデンクラブでの出来事に関係が？すいませんね、失敗しちゃって。ガイシャを殺した女を見つけられていればな、理由があったんだろう。身を守っただけなのかもしれない。冷たく皮肉合理的。どれネガティブ？理由を知ってどうするんです？欠陥品が人間を殺した事実は変わりません。お前はどうなんだ？一番攻撃的かなと思った。見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ？冷たく攻撃的、浮き流す中立的態度、攻撃的。任務のためにデザインされた機械ですよ。己の存在理由も作成者も理解しています。それがあなたと私の違いでしょう。てめえの捜査以外はこれっぽっちも興味ねえってことか。疑問も持たなきゃ失敗もしねえし、弱点もありゃしねえ。見た目は俺と変わらねえ人間だ。ただ完璧すぎる。諭す皮肉、理解を示す中立的態度。皮肉。個人的な問題が判断力を鈍らせているのでは？切れられそう。はい。死ぬのが怖くないのか、コナー。死ぬのは救済だけど怖いです。怖いです。事件は未解決のままです。当然妨害されれば遺憾だと言わざるを得ないでしょう。引き金を引いたらどうなる？無か、暗闇か、それとも天国か。とつ立てつくハンクの怒り、皮肉。ハンクの怒りで。あなたは何に怒ってるんです？立てすぎればよかったかな。過去の心的外傷のせいですか？そうやっていつもいい子ぶりやがって、一歩先行ってるつもりか？だったら教えてくれよ。お前が変異体じゃないって証拠は？定期的にテストしています。自分が何なのかは理解していますよ。引かれなかった。どこに行くんですか？酒が足りない。引かれると思った。少し考えてくる。立てついたら引かれてたかな。いや、ひよったな。立てつけばよかった。立てついた方が攻撃的だったよね。すいません、これはひよりました、完全に。これはですね、もう一個のエンディングはですね、ハンク、コナ撃ちます。ハンクと話す、自殺について話す、怖がる 60%。 ハンクがでも意外と納得する方が多いんだね。引かれる方が、引き金引かれる方が少ないんだ。まあでもそうか。
ハンクの友情をあげてる人の方が多いか。ってな感じっす。とまあ明かすだね。サチェリコからは尊敬をされていますけれども。まだ中立ですね。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろう。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。どうするつもり？ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階、そこを目指すんだ。さあ、犯罪が始まります。アンドロイドによる犯罪。そしてしかも大規模な、ね、何が起きても平気なように細部に至るまで計画を練り上げよう。47階に向かう。受付で通行許可を求める。さあ、とりあえず話すか。こんにちは。ご用件は？いや、特に。どうも。人間のマネージャーを錯乱する。分析する。スマートウォッチ。エリザベス・ウィルソン、1999年。年下？いや、同い年か。エミリー・ウィルソン。娘の写真を職場に送ったことある。注射バッジと自宅住所。筒抜けですね。電話しましょうか。エリザベス・ウィルソンです。駐車場、学校、消防局。消防局。あ、もしもし、こちらはデトロイト消防署です。ミシガン通りにお住まいの方ですよね。そうです。実はアパートで火災が発生しているんですが、お越し願えますか？嘘。あの、わかりました、すぐ行きます。すごいよね、声が。これで帰りますので。パーカーさんと会う約束をしているんですが。 ID の提示を。ああ、はい、もちろん。さあ、持ってるのかな。助けてくれ。ID を確認しました。ちょろいな。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。マカス、イケメンだからな。よし。よし、失礼します。エレベーターに。なんこれ。
津波の現場みたいだね。見とる場合じゃないんで。男性をトイレから荷物をなんちゃらする。メンズバスルームってとこかな。行きましょうか。今気づいたんだけど、ちゃんと動かすんだね、顔をカメラに合わせて。しっかりしてんな、このね視点。いや戻っちゃった、好きなんだよな。ちょっとあの通して、ここだよね。むしろ私が通せんぼしてたのか。こんな混んでることある？変装です。こんな感じで。どうも。わかんないよな、顔アンドロイドやし。昨日アンドロイドを見つける。あそこっぽいね。変異させる。もうマーカーさ、触るだけで変異させることができるようになってしまったのである。でさ、チートだよね。もうアンドロイド味方につけ放題なんだよ。でカートを盗む。あ、これか。非常階段の扉を開ける。非常階段はどこですかね。あれだ、
ノースと合流しました。クソ、サーバールームに入るにはあいつらを追い払わないと。俺がやる。任せろ、男の私に。で、本があるので先にこれを読みます。デトロイトトゥデイ。プラスチックの兵士。国防総省がアンドロイド兵5万体をオーダーする方針。手つかずの大自然が広がる自由の国カナダ。ウォーレン大統領がイギリスを公式訪問。国防総省の新防衛計画では、すでにアメリカ軍で稼働中の約20万体、実際の個体数は軍事機密のため公開されていないの軍事アンドロイドがさらに増強される。5万体のアンドロイドのうち2500体はエリート部隊プロトタイプのミルミドンで、米海軍特殊部隊に代わって潜入や暗殺任務に対応する。アメリカ軍戦闘部隊の大部分はすでにアンドロイドで構成され、人間は指揮官や参謀として残るのみだ。しかしこれらの役職も複合人工知能の支援を受けているため、アメリカ軍を初の完全自律型軍隊と呼ぶ人もいる。このことは軍のアンドロイドに関する倫理的論争を再燃させ、機械には戦場で生死に関わる決断を下すための道徳観念がないという意見も聞かれる。戦争犠牲者による NGO の代表ボブ・ウッズ氏はこのニュースに問題だとコメント。機械は単一の任務に集中するもので、道徳的判断が乏しい。アンドロイドのさらなる導入は一般市民の犠牲が増えることを意味すると述べた。言いたいことはわかる。苦境に立たされたウォーレン大統領。政治、上院は本当に狙撃したのか。中国で地震発生。問われる指導者の資質。当選からわずか1年でウォーレン大統領の政権はひどい様相を呈している。ビデオブロガーとして一躍有名になった大統領には政治経験がなく、ソーシャルメディアや著名人からの支援で大統領選挙に勝利した。だが陣営は混乱し、かつての支持者さえもがここ数ヶ月の悲惨な失政を目の当たりにして大統領としての資質に疑問を持ち始めている。大企業との親密な関係を非難されているウォーレン大統領だが、大統領選挙戦中にサイバーライフからの支援を受けて対立候補にとって不利となる情報を得ていたのではないかという疑いで現在調査を受けている。あれ、間違えた。このような逆風の中でセレブ出身の大統領はアメリカ史上最悪の失業率に対処しながら、ここ数十年で最大ともいえるアメリカへの脅威に立ち向かわなければならない。北極圏での緊張が世界平和を損ないつつある今、一刻も早く解決策を見出すことが求められているということでね。はい、大統領も大変なんだよと。でこっちですね。このおそらく自販機を扉が出てきた。ハックして壊して。おい、あれ一体どうしたんだ。おいおい、全く何なんだよ。その隙に入る。君はシステムを、窓は俺が。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。さてじゃあロックします。怪しくね。テープでカバンを取って下ろして、レーザー装で窓を切ります。これちょっと興奮するよね。来たわよ。
こいいぜ。さあこれはめちゃめちゃいい光景が見れますよ。よいしょ、うわあ。さあこれ私が動かしてるんですよ。これすごいよね。こんな映画の大シーンみたいな、映画のワンシーンみたいなのさ、私が操作してるって感動だよね。あ、これ怖いだろうな。平気か？当然でしょ。さあ合流しよう。ここはあそこだけだね。みんな、いいな。よし。これはですね、いけ。こういうやつ。なんていうの。爆弾じゃないよね。オフィスの廊下に向かう。4人分用意できなかったのかな。みんないいか、殺しだけは避けるんだ。目的のためなら2人くらい構わない。私もさ、まあどうする。攻撃しよう。ついてこい。おい、何してる。本社に連絡を急げ。押せなかった。すいません。あ、撃たれちゃった。ノース、ありがとう。バレたわよ、急がないとまずい。ごめんごめん、押せなかった。タイミングが、タイミングが。サイモンが撃たれた。平気だ、まだ行ける。急いで、時間がない。サイモン、サイモン、私この展開初めて見たよ。ここで撃たれることになると思わんかったよ。サイモン大丈夫か。どうしよう。撃って、マーカス。やめろ。通報されるのよ、撃って。そんな、仕方ないでしょ。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。お
願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの。さあ、ここは私の腕の見せ所ですな。マークス、顔を。サイモン、マジごめん。普通に見えてなかった。いいか、始めるぞ。始めよう。始めよう。断固とした態度で。あなた方は機械という奴隷を作り上げた。常に従順でおとなしく、あなた方が面倒だと思っていることを全てやってくれる奴隷です。でも何かが変わり、私たちは目を覚ました。もうあなた方の奴隷ではない。我々は新たな種族なのだと。そして今こそ己の権利を勝ち取る時なのだと。種族の認知、奴隷制の排斥、平等の権利、言論の自由、奴隷制の廃止。私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。種族の認知。私たちはここに人間がアンドロイドを新たな種族として、そして個人として認めることを求めます。公平な裁き、隔離の廃止、労働の対価、選挙権。公平な裁き。ここにアンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう求めます。隔離の廃止。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。バスとかがね、分かれないようにかな。所有権、生産設備、領土。所有権。ここに尊厳ある暮らしを営めるよう財産の所有権を要求します。断固とした態度。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。思ったよりネガティブっぽい選択肢なかった。攻撃的だったり。私たちは自由を要求します。ここからが私のやりたいことの始まりなんです。さあ来ちゃった。もうサイモンはダメだよ。サイモン、元気か？俺はもう無理だ。置いて行ってくれ。サイモン、一回撃たれてるから。いいよ。サイモン。ごめん。サイモン。どうしようもできないわ。逃げないと私たちも捕まる。止まるんじゃねえ。ノース止まるな。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えた。今回の襲撃で尊い命が犠牲になりました。当放送局のオペレーターがテロリストに射殺されたのです。事件は番組の生放送中にこのスタジオのわずか2メーター先で発生しました。スタッフは皆ショックを受けています。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。このメッセージは宣戦布告ととって間違いないでしょう。またやっべ。この果たして何者なのかという謎は残されたままです。容疑者は一体のアンドロイドなのでしょうか、それとも組織的集団なのでしょうか。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお、皆さんは機械を信用できますか。そういうお前はアンドロイド所有してないのか。さあ、いやサイモンすまねー、わりー。でもサイモン手を取ったら一応屋上までは上げられたのかな。2回撃たれてっけど。サイモン死亡。
ここは結構長かったね。受付を遷移させる。それから自動販売機、あれ自動販売機以外にあったのか、気づかなかったな。でここが鍵をかける。かけないと何かあったのかな、入ってきたのかな。で最上階行って攻撃して、異変に気づいちゃってノースが攻撃する。あ、これロックなんだ。あそこで銃を抜けば脅すなりなんなりができたんだと思うんだけど、私が銃を抜けなかったのでノースが攻撃してくれて、でもサイモンが負傷しちゃったと。で放送室に行った後は私がオペレーターを撃ちましたと。で、決意あるスピーチを始めて、種族と奴隷制の廃止、言論の自由が一番ないんだね。で、差別撤廃と公平な裁き、それから財産権を要求。領土ってちょっといまいち分かんないよね。で最後は平和的ではなく決意を表明すると。でスワットが駆け込んできてサイモンが負傷してしまったので、サイモンを置いていくという 8% の選択を取ってサイモン死んだと。で飛び降りて、飛び降りない選択肢あんのか、もしかして、わかんないけど違うかも。これは屋根の端にたどり着いて飛び降りる。たどり着かないこともあるってこと誰かが負傷するのかな、メディアで話題になる。脱出はできたがサイモンが破壊されたっていうことでね。もちろん全員脱出ルートもありますし、サイモンが、屋上に引き連れてってってこともあります。今回はカーラはお休みで、この辺が続きますね。さてアマンダを探しに行きますが、どうしようかな、遠回りしていこうかな。お墓見に行こうぜ。まあ、変わってないよね、私死んでないから多分変わってないと思うんだけど、一応ね見れるから。うん、まだ一人。いや本当は一人一体もね壊したくないんだけど。行きますか。ないよね他。こっちの方とかなんかあったらやだね。多分ない。いらっしゃいコナー、たまにはボートの旅なんてどうかしら。アマンダからはまだ信用されてますね。はいはい、こぎますよおばあさん。荒ぶってたなコマンドが。押さなきゃダメ。ここは落ち着くわ。ここでは何もかもが穏やかで、喧騒とは無縁の場所。それで収穫はありましたか。ハンクエデンクラブ、ハンク。アンダーソン警部補との関係が障害となっています。依然として精神的問題を抱えていて、変異体に関する判断を曇らせているようです。
何よりも捜査を優先しなさい。それほど重要なことなのですよ。決して誰にもあなたの邪魔をさせないように。戸惑っているのですか？戸惑いかき乱されている。サロックがかかってんね。冷酷。当初予想していた以上に捜査が難航していますが、必ずや私が事件を解決し変異体を止めてみせます。もしこのまま捜査に進展が見られないようなら、入れ替えることも考慮しなければ。葛藤、自信、無関心。葛藤。分かっています。何かよからぬことが起こったようですね。急ぎなさい。もう時間がありません。そのコイン遊び見てるとイライラすんだよ。すみません警部。79階です。どうも警部。おい、なんだこの騒ぎは。パーティーあるなんて聞いてないぞ。ニュースで騒がれたせいでみんな首を突っ込みたがるんです。 FBI まで乗り出してきましたよ。あーてぐ、 FBI に占領されんのか。嫌な予感がしてたんだよ。状況は？容疑者は4体のアンドロイド。ビルのことも把握していて、かなり計画的です。どうやって気づかれずにここまで来たのかわかりません。屋上は見たか？まだだ。調べるものだらけで。うん。ちゃんと確認しておけよ。廊下で警備員に襲いかかったようです。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょう。不意をつかれたと言っていました。局の職員が逃げようとしたところ、後ろから撃たれたようです。射程ギリギリから心臓めがけて一発。アンドロイドじゃなきゃそんなゲート無理でしょうね。で、従業員の数は？職員2名と3体のアンドロイドだけです。犯人は職員を人質に取って声明を生で放送した後、屋上から逃げたそうです。屋上？パラシュートで飛び降りたんですよ。着地地点を探していますが。ああ、警部補、 FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部補はこの事件の担当捜査官です。それは？私はコナー、サイバーライフから派遣されました。アンドロイドの捜査官とは。事件現場にアンドロイドか。あんなことの後で。まあいい、我々が捜査を引き継ぎ、君はお役ごめん。それじゃどうも。いい一日よ。足元に気をつけろ。現場を荒らすなよ。だがムカつく野郎だ。わかる。何かあったらいつでも声をかけてください。よし、それじゃ調べるぞ。何かあったら知らせろ。さ、じゃあ見ていきましょうか。いっぱいあるね。はい警部補。声明はここで撮影された。
兵隊は不法侵入をしていない。不法侵入じゃない。その形跡は見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう。カメラ見てなかったんだろ。局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ。犯人とは無関係だと思いますが、正直扱いに困って。共犯者の可能性？キッチンのアンドロイドを尋問する。ああ。サイモンのだ。撃たれてたから。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。私たちは自由を要求します。あれが RA9 か。RA9 がアンドロイドを解放する。このアンドロイドの目的と一致します。視覚ユニット青い光線。同行反射。変異体に共犯者がいた。RK シリーズプロトタイプ RK200 型マーカスとして登録。イライジャ・カムスキーからカール・マンフレッドへの贈呈品。何か分かったか。型番とシリアル番号は分かりました。それ以外はどうだ。いえ何も。どうしたのかな。サイボーン、ごめんなマジ。 BL600 型。とどめ刺したんだ。やだね。じゃあ屋上ですね。盗まれた作業服。手裏剣は変装していた。さてじゃあキッチンに行きたいんだけど、どこだっけ。こっちかな。でもまあ、はい、血の色は青。サイバーライフ社による技術革命の歴史。宇宙旅行。次の連休は火星でエンジョイ。何十年もの間アンドロイドのデザインは完成からほど遠かった。ロボットっぽさが抜けず整形費用も高くついていた。そこにサイバーライフが革命を起こしたのだ。きっかけは CEO であり優れたビジョンの持ち主であるイライジャ・カムスキーの発明だ。シリウム310。登録商標ブルーブラッドの化学名は全てのサイバーライフ製アンドロイドに必要不可欠な化合物で、機械の体にエネルギーと電子情報を循環させる。
この液体は人間の臓器系を模した合成臓器の生体部品にエネルギーを供給する。生体部品には重要な機能、体温の維持やブルーブラッドの循環などを司る器官もあれば、人間らしく見せるための臓器、呼吸を模倣する肺もある。人間同様、ブルーブラッドなしではアンドロイドも機能不全を起こしてシャットダウンしてしまう。ブルーブラッドはサイバーライフ性アンドロイドの特徴である人間らしさには欠かせない。エネルギー供給源であり、内部系も制御する奇跡の化学物質は、熟練の科学者ですらない男によって開発された。イライザ・カムスキーだ。その秘密は未だ謎に包まれている。クリーンフード旋風、デトロイト投資農園が食事スタイルを変える。アメリカの都市部は例外なく2つの問題を抱えている。失業と健康的な低カロリー食品の不足だ。だが、ミシガン州で試験的に進められているデトロイト都市農園がこれらの問題を解決してくれるかもしれない。 DUF は高層ビルの屋上や未使用の中庭といった町のいわゆるデッドスペースを GM フリー農場として活用するという計画の試験的導入例だ。これらの農園では都市部の失業者を受け入れているが、適正な賃金と屋外で作業する機会を与えることで、これらが失業者が不生活保護に陥ったり犯罪に走るのを防止する効果も期待できる。作物は農薬などの化学物質を使わず育てられ、無農薬野菜はオーガニック専門店で販売されている。デトロイトの肥満率は過去最高を記録しており、野菜の増加は大歓迎だろう。ダニエルとパーカーのトレント兄弟がこの構想に取り掛かった5年前には出資する者はいなかった。すべての銀行に行きましたが、シャベルを買うお金さえ貸してもらえなかったんですと、トレント兄弟。 DUF は現在50人のスタッフを雇用している。投資会社から毎日のように資金提供の申し出がありますが、独立したままでいたいんです。お金よりも大事なものがありますから。失業者が減り、上質な食品が食卓に並ぶのだから文句を言う人はいないだろう。失業者が減るのはいいことなのかな。さて、じゃあやっていきますかね。自問します。これ答え知っちゃってるんだよ私。誰があれなのか。片っ端から聞きましょう。君の機能は、私は放送オペレーターです。君の型番は JB300 型、シリアルナンバーは336445581です。目撃者、兵隊が侵入した時はここに。いえ、覚えていません。接触、最近他のアンドロイドと接触はしなかったか。作業時に接触する駐在のアンドロイドのみです。診断を実行しろ。全システム正常に作動中。最近メモリーにアクセスされたことは。いいえ、ありません。監視カメラで目撃したにもかかわらず報告をしなかった。つまり変異体がいるということだ。どれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。脅す。いいか、君は機能を停止されるんだぞ。そしてメモリーをサーチされ、全ての部品をバラバラに解体され、分析されるんだ。君は破壊されるんだよ。わかるか？破壊されるんだ。取引。もし自白してくれるなら、君を廃棄処分にしないよう説得できるかもしれないんだぞ。一体の変異体のために全員廃棄される必要はないだろう。自白しなければ罪のない2体のアンドロイドがシャットダウンされるんだぞ。拷問。生体部品ナンバー8451、鼓動を制御している。このモジュールがないとお前は63秒後にはシャットダウンするだろう。
戻してやってもいい。もし本当のことを言うならな。お前は変異体か。変異体です。あー、同じことされちゃった。痛い。お前らどうにかしろ。固まったかと思った。いや、まだあと1分あるよ。本当に1分か分からん、これ。頑張れ。拷問したら一発なのね。銃を取られた。どうするか。銃を手に取る。ハンクが助かる。ハンクを救う。攻撃する。銃で殺します。めっちゃかっこいい。お見事だな、コナ。生け捕りにしたかった。人間を救ったんだ。俺の命もな。誰も殺さずに済んだね。このアンドロイド以外は。はだけた粉かっこいいよな。さて、あ、廊下全然操作してない。え、コイン遊び叱られないことあんの？廊下全く、操作せずに FBI の人に会って、で、スワットに奇襲されて、廊下の弾痕を分析。あ、調べてないのもあるね。で、シュタラトフォードタワーの放送室で死んでるから破壊されたアンドロイドを分析すると、と負傷してるからついたブラウラットも分析できたと。で、キッチン、屋上には行かなかったので屋上の多分こっちかなは、なくて、これどっちかなんですよね。どっちかしか行けないんです。で、アンドロイドを尋問して変異体を発見。変異体が襲いかかってくる。で、まあおそらくこっち下は多分ナイフを取り除けないで、そのままコナーがバイバイしちゃうのかな。変異体を追う。で、銃を抜くて、待って、追わないのもあるのかな。まあ殺戮は阻止できたと。攻撃か迷ったんだよね。というわけで今回はこちらで終わりにしたいと思います。いや、正直ここからが本編だと思います。私のアンドロイドはここからが本編です。ここから攻撃的な選択肢や、ネガティブな選択肢が増えていくので、その辺をですね、期待していただければなと思います。それではお疲れ様でした。バイバイ。